今日でロイが5ヶ月になりましたって。ロイはソファーで寝てます。家に来てロイが3ヶ月経ちましたね。ロイくん来た時は本当にちっちゃかったんですが、来た時5キロ、体重5キロだったんですが、今はなんと、いや、じゃあ会ってみます。ロイくん、あ、ごめん、3ヶ月で今の体重は26キロ、3ヶ月で20キロ以上増えました。本当に大型犬の子犬の成長は早いなっていう風なことを思っております、足もすごい伸びて、昨日の動画でも載せたんですが、アトムとアトムは今37キロあって10キロ以上違うんですけど、背の高さは結構もうアトムに迫ってきたかなっていう感じです。足がすごい長くてね、とても優しい子に育ってくれています。アトムが毎日病院に優しくいろいろ教えてくれてるおかげです。次の1ヶ月も健康に元気にまたすくすく育ってほしいなと思ってます。あと1ヶ月あったらもしかしたら30キロ近くになるのかなと思ってます。1ヶ月後はみんなで旅行に行くのでね、それを楽しみにあと少し頑張ろうと思います。5ヶ月を迎えたロイでした。ニヤニが出てたね、ごめんごめん。はい、5ヶ月を迎えたロイくんでした。